片品村は群馬県の北北東に位置する村。東京から約180キロメートルの北に位置する。国道120号が村のほぼ中央を通っている。1889年の市町村政志向で発足して以来合併や村名の変更がない。関東地方唯一の特別豪雪地帯であり、スキーが盛んな地として知られ。 毎年冬になると多くの観光客で賑わう。2007年8月30日に、小瀬国立公園が日光国立公園から分離され誕生したが、その小瀬の群馬県側の麓である。小瀬国立公園誕生を記念して、小瀬の豪片品村は、恵まれた自然を慈しみ感謝する日として、小瀬の日を条例で定め、8月30日を小瀬の日とした。 観光地1 0 0シリーズ切ってカタシナアメダスでは、降水量のみが観測されている。先日の通り特別豪雪地帯に指定されているものの、冬季の降水量は多くなく、利根郡・水上町、藤原の約3分の1で、水上町や東郡・草津町の観測地点よりも少ない。地の利を生かしたスキーを中心とした観光と農業が、主である。 高原野菜や果物の栽培が盛んであり、中でもハウス栽培のトマトがかつて主力だった大根に代わって群を抜いた片品の産品ブランドとなっている。村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 東日本上越線沼田駅。スノーパルオグナホ高花の谷遊水。ありがとうございます。